はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、タカタラです。 GTA 初心者講座のカーゴボブ7つの遊び方というわけでね、紹介していきたいと思います。まあ、カーゴボブというのはペガサスでね呼べる車両になるんですけれども、ウォーストックの中で購入することもできるし、ロスサントス空港にも結構ね置いてありますので、まあ買う必要もないかもしれません。この位置にね結構出現したりします。まあもし購入した場合はペガサスで、これで呼ぶことができます。ではまずね、ハッチを開ける方法となります。後ろの扉、普通に叩いてもなかなか開かないので、このように上昇して前後ろに揺さぶってケツをね地面にバーンとぶつけるような感じでやります。まああまり激しくやりすぎるとね、これカーゴボブダメージ食らいすぎて壊れてしまうんですけれども、まあ慣れてくればね 2,3 回くらいね地面に叩きつけるだけでも結構開きます。まあこんな感じでね、揺さぶってお尻の部分ですね、ハッチの部分を地面に叩きつけると、まあ開くという感じです。これはちょっとねダメージ与えすぎですね。ただしね、ハッチが開けばこの中入ることができるんです。まずね、これ歩きの状態で中に入ることができます。まあミッション、まあね敵対モードかなんかでもねこういったね、ジョブあったと思いますけれども、中に人が入ることは可能となってます。ではね、まあワイルドスピードみたいにね車が入るのかどうかも、試していきたいと思います。まずは普通のスーパーカー、まあこれが入ればね本当にワイルドスピードみたいな感じになるんですけども、車両を入れようとするとこのようになります。こっから先がね突っかえちゃってどうも入らない感じなんですね。まあおそらくねここ透明な壁みたいな状態ですかね。じゃあもうちょっとちっちゃい車、コンパクトな車両入れてみようと思います。まあこれもね同じように入れてみようと思うんですけど、やっぱり透明な壁みたいな状態、まあ要はね蓋が閉まった状態判定してるんですね。これも入れることができないというわけでね、次バイク、バイクもねやっぱりねこれ予想通り中に入れようとすると弾かれてしまいますね。まあこんな感じでね、不思議なわけで人間だけは中に入ることができます。じゃあより人間に近いもの、じゃあ BMX はどうなのかというと、 BMX 入ろうとしてもやはりね透明な当たり判定があって入ることはできないです。人間だけは中に入ることができる、不思議な状態ですね。まあこんな感じでね、いつだかのアップデートからはね普通に車両が入んなくなったのかなっていう感じですね。ではそれ以外の遊び方です。まあ、後ろのねハッチがね開いたということは、じゃあフレンドさんを乗せてちょっとね飛び降りさせてみようということでやっていきます。これフレンドさんの視点がね中の様子ですね。こんな感じでね、乗った状態で安定して上昇することができます。いきなりね落っこちることはないので、フレンドさん普通にね、このように乗った状態になります。でこの横の窓からはね落っこちることはできません。後ろから出れるような感じですね。まああとはね一度カーゴボブの助手席とかに乗ってればねパラシュート多分つくと思いますのでね、それに乗ってつけた状態で後ろからねまあかっこよくねミッションインポッシブルみたいにねこれねダイブしてもいいんじゃないかなっていう感じですね。まあこんな感じでね、なんかの敵対モードかなんかと同じような感じで、落下することができます。これフリーモードで全然できますね。まあ招待限定セッションとかフレンド限定セッションでやった方がいいと思います。まあこんな感じですね、よかったらやってみてください。ではね、次の遊ぶ方法となります。まあ、カーゴボブって何でもね、結構釣れるんですけど、シーシャークっていうものが釣れます。まあ、要するに、置き去りにする。まあ、これね、シーシャーク、水があるとこじゃないと走れないので、これをね、例えば、観覧車のね、真上に置いてみたり、ちゃんとね、やればね、置き去りにすることができます。それ以外は、まあ豪邸のプールに置き去りにする、まあそんなことがねいろんなことできます。まあフレンドさんとねやってみると意外と面白いと思いますね。今回このね映像の方では、観覧車のね真上にね置こうと思ったんですけどね、これ失敗しちゃった映像になってますけれども、これ他にもやった時にはね普通に成功しましたので、普通に上にはね乗せることができます。まあそれ以外にも高い位置に置くとか、まあいろんなところにね置き去りにするっていうのは結構ねフレンドさんと冗談が通じる相手であれば面白おかしくできると思いますね。よかったらやってみてください。またねシーシャーク、また船、普通のボートみたいにでもいいんですけど、海に落下させる、
これかなり高度を上げてやると面白いです。例えばね、クルーザーの後ろについてる、まあ、ボートとかありますね。まあ、ああいったものをね、3人ぐらい乗せてもいいんですけど、めちゃめちゃ高い高度のところからね、切り離してみてください。そうするとね、これ、深いところであれば、中に乗ってた人はね、降りずに、普通にブヨーンって上に戻ります。これちょっと浅かったんでね、これ下にね、ぶつかってこう降りちゃった感じになってますけど、もっと深いところであれば、ちゃんとね、ボートに乗ったまま元に戻れます。これもね、フレンドさんでやると面白いですね。またカーゴボブのね、特性を生かして、走行中の車両やコンテナを奪う。例えば後ろにトレーラーがついている車両とかも、うまーくやれば後ろのコンテナを盗むことができるんですね。まあこんな感じで他のことも応用していろんなことできると思います。それ以外にね、ギャングの街からギャングの車両を奪うとか、まあこれはね、車両調達とかそういったミッションにもね結構使えると思いますね。ではそれ以外のね、ちょっとお遊びですね。コンテナ爆弾、これ、不当とかによくあるんですけど、動くもの、釣れるものってね、意外と結構多いですね。動くコンテナっていうのがあるので、まあこれにね、まあ粘着爆弾などをつけます。粘着爆弾の起爆は多分左十字キーになってると思うので、右十字キーでカーゴボムのね、まあ釣る感じでやって、こう離してギャングのとこで落として爆破するみたいなね。これちょっとね、カーゴボムちょうど壊れちゃったんで自爆しました。ではブランコです。ブランコっていうのは、これ結構昔からあるやつですね。もう Xbox 360ぐらいからあるようなやり方かもしれないですね。まあバイクなんですけれども、基本、こういったバイクを使います。そして人が乗ってない状態の方がいいのかな。今人が乗ってる状態だとね、すぐ爆発したりしてたので、人が乗ってない状態のバイクをまず釣ります。そしてね、このね、ロスカスの近くのこういったねトンネルみたいなとこあるんですね。ここにうまく横からスライドするような感じでこのように設置します。で微調整してバイクが真ん中に来るように、停車させます。カーゴボブね、それはもうカーゴボブ降りちゃって OK です。あとはこのぶら下がっているバイクに乗り込んで、ハイジみたいな感じかな。左スティックをね、前後ろ前後ろにやるとこんな感じになりますね。よかったらね、壊れたおもちゃみたいにやってみてください。でね、最後はね、ウーマルコ爆弾です。これね、相手が冗談が通じるフレンドさんにしてください。基本ね、冗談が通じるフレンドさんとかにやるようにしてくださいね。そしてね、まずこの仮設トイレが結構、工事現場とかにあるんですけど、これに粘着爆弾つけときます。でこれコンテナと同じようなやり方ですね。まああとはね、ここね、冗談が通じるような、仲のいいフレンドさんに向かって落下させて起爆すると、そのフレンドさんは運まみれになりますね。まあよかったらね、やってみてください。